5時になってからでいいや。違う違う、あの寒いからよ、今日涼しいんだよ。だからエアコンも今切ってんだろ、ガーッていう音しないだろ。あの東京の方が多分寒いと思うよ。ああ6時6時だから余裕なんだよまだ。ああなんか、あ、日本海側だったら関係ねえや。うん。大阪はまだ大丈夫。上着はいらない。湿気が、うん、昨日よりは今日の方がいいかな。うん。でもちょうどよ、9月の後半から10月の季節の変わり目ってよ、テレビでも言ってたけど、何天気痛っていうのがあるらしいな。頭痛になるのが。女性に多いって言ってたな。3人に2人ぐらいは、なるって。だからさ、俺さ、そういうのをさ知らないからさ、なんで女の人ってさ頭痛とかさ、あのロキソニン系の薬をなんであんなやったら女って買うのかなと思ってたの。そういうのなんだな。頭痛薬だって男でよ、薬局行ってよ、ドラッグストア行って頭痛薬買うやつなんか俺ほとんどいねえと思うで。あの腹痛とかよ、胃薬とかはいてもよ。いやだそれ聞くんだろうけど、俺飲んだことねえから分かんねえよ。だ売れてんだから聞くんだろ。男はまず買わねえと思うよ頭痛薬なんか。低気圧が苦手な人もいる。いや、基本的にはみんな得意な人はあんまりいないんだよ。だけど、それが、体の変調をきたすかどうかまで行く人と行かない人がいる。それだけのことよ。今日ちょっとだりーなとかさ、その程度よ。俺なんか。体の節々が痛いとかよ。頭ガンガンすんなとかそういうのはない。むしろ俺頭ガンガンすんのは酒でなるぐらいのもんだよ。近藤さんは熱が出たらロキソニンとか飲むんだ。ああそう、熱なんかどうなのかね。熱の痛みとかは体の中でウイルスと赤血球白血球が戦ってるだけなんじゃないので、それを戦わせるのを麻痺させるだけでしょ。だからあんま飲まない方がいいんじゃない、逆に。
だから俺なんかもうだから二日酔いとあと下痢ぐらいで、でももうそんな俺もセイロガンは効かなくなったからね。セイロガン遠いえ、ああ冬になると鬱になる。おそう、何その読書人とかで熱が、ラッパのマークのセイロガンはもう効かないよ俺は、うん、それ前にも俺が言ったろ、ラッパのマークのセイロガンができた時っていうのは日露戦争の時だから、でそのセイロガンっていうのは当時はそういう文字の書き方じゃなくて、あの制服のせいにロシアにあの弾丸のガンだったんだよ。戦地行って水食当たりとか水当たりしてあの戦力にならねえと困るからっつって日本が作った薬だから、ああそうだよ、セイロガンって戦争薬だから、だから日露戦争それで勝ったんだよ、制服のせいだよ。行人弁の方の正しいにロシアのロに弾丸のガンだよ、だから弾だよな、丸だよな、うん、だから突撃ラッパだからね、あれパパラッパパパパパパパラッパパーっていう陸軍がほら、だからマークがラッパなんだよ。よく知ってるっていうか、まあそんなのは大体みんな知ってんだろう。そうよ、だから CM もな、うん。昨日中華食べました？昨日行ったよ。昨日もまた中華丼食っちゃった。うん。中華丼だけ食って、なんか後から、食ってる途中に後からなんか二人ぐらい入ってきたから、キツキツで嫌だなと思ったから、さっさと食って帰ってきたよ。まあ嫌っていうか、あ、俺ほらさ、いつもリュック背負ってるから一石使っちゃうんだよ、置いとくと。さすがに中華屋で床には置きたくねえからよ、ベトるからよ。ああすいませんっつって、あーいいしゅいしゅっつって、でその置いといたリュック背負いながら中華丼食って、ほんで帰ってきた。席開けてな。なんかすっとぼけて置きっぱなしのやつもいるけどな、自分のバッグとかよ。
そうなんだよ花田、リュックに空き缶入れて集めてんだよ。うん、今度どこに空き缶が落ちてるか見つけたら俺に教えてな。頼むで。今夜はペタ焼き、ペタ焼きが俺はわからない。ペタ焼きはわかんねえな。ペチャ焼きじゃねえか。なんだろうペタって。田野さんがよく行ってるあの寿司屋良さそう。最近行ってねえよ。あそこも禁煙になっちまったからよ。のりおいらっしゃい。いつもありがとう。縄張りとかあるから、そうなんだ。空き缶拾うのも大変だな。あんなのよ、アルミだろ。あれキロ目いくらぐらいになるのかね。あ、ビーカリーいつもありがとう。京都の老舗の鉄板焼きがあって美味しいみたいです。いやビーフカレー俺よ言うけどよ、鉄板焼き屋なんて焼くものがどんなもの焼くかでほぼ変わんねえよね。えこれは思うけど、なあ、着替えない佐野、悪いんだけど毎日俺の放送見てないってことはバレちゃったからブロックでーす。さよなら、お疲れ。もうね、もうそういうのいいからね、服のこととかね、家帰ってねえのかとかな。ね、そんなお前のことなんか毎日見てねえよって言うんだったら、そんなね、クソみてえなコメント書くなよ。時間の無駄だろ。もう見ねえか見るかどっちかにしろよ。はっきりしろよ。食通は鉄板焼き屋は行かないって言いますね。そうかなぁ。どうだろう。まあ、値段は高くなるよ。肉だってどこどこの肉のな、 A5 ランクのステーキだろ、アワビだろ、伊勢エビだろな。まあいわゆるあの鉄板焼き屋って劇場型だから、だから寿司屋もそう考えるとそうなんだよな。握ってる姿をお客さんに見せてるから。うん、
バックヤードじゃないじゃん。あの今日焼くお肉はどこどこさんのこのお肉ですとか、あのアワビはどこさんでって、伊勢海老はこれでって、まあ大体コースだから。うん、迂回艇があります。ああ、鵜飼はほら豆腐屋もやってるし、フレンチもやってるし、鳥もやってるし、ロバタもやってるし、ステーキもやってるからな。だから鵜飼のステーキはあれじゃ都内でやってんじゃねえか。うん、鵜飼ってほら総合的にやってる、その食い物だけじゃねえから、あの美術館も持ってんだろなあ。いや、それ八王子にあんの知ってんだよ。だから俺立川に住んでんだから、住んでんだからじゃなくて住んでたんだから知ってるよね。まあまあ俺んとこでしか言えない、あの聞いてこれないでしょ、配信者の他のあのパータンとこ行って、うかいって何する、何する、昔は鵜飼の鳥山行ったらスズメあったんだけどね、今はもうないだろう。修行してた。うん、また腹の真似。例えばじゃあ森森くんゆっくり喋ってあげるからゆっくりコメント打てよ。焦んなくていいから、過呼吸になっちゃうから君が。どこら辺が腹の真似なんですかね。ちょっと待って、このモリモリっていうのが答えないと。そっから先進まねえから。あ、そういうこと言ってんじゃないんだよ。真似じゃねえから、これ。ああ。で、しかも、ここは、そこは似てねえよ。真似しろって言われれば真似はできるよ。今、マジでそんなことは一切出てねえから。ああ。なんだよ、しゃくれ具合って。大丈夫、お前。お前の画面がひしゃげてんじゃねえのかよ。曲がったの？直して。頼むよ。ほんと。めんどくせえから。あ、風呂行ったら、戻ってきたときは多分ブロックされてると思うから。うん。お疲れ。はい、ブロックしてきます。
はあ、雨は多分今日は降んねえと思うけどな。でも俺の予想通り、昨日は俺店閉めて帰るとき降ってなかったな。4時半、あと30分ぐらいだな。夕飯弁当買ってこようかな。糸原もコロナ感染しましたからね。あ、だから阪神はな、うん、何人か感染してんじゃねえかな。どこで感染してんのかな。わかんねえんだろうな、うん、いつもお店は何時ぐらいまで開いてるかってこと。気まぐれかな。お前風呂入ってくんじゃなかったのかよ。だからやっぱりお前はブロック対象だったんだよ。バレてんだからよ。風呂入って帰ってきたらブロックになってるからよって。お前さ、そのバカなのかな、ほんと。ほんとバカだよね。すぐ釣られるんだ、これ。早くシャワー浴びてこいよ。俺の放送なんか見に戻ってこねえでいいからよ。バカがよ。あ？まぬけだよ。うん。こいつくせえなと思ってたから。うん。何がシャワー浴びてきまーすって。ああ、行ってらっしゃいって俺が言うと思った。バカが。あ、笑かすなよ。いよね、掃除でトロい、うん、アンチ系は、うん、どうしようかな。焼酎おかわりして、してくるか、うん、ちょっとおかわり取ってくるわ。今日は、だーもね。
よいしょ、2階の入れ替えだこれ。ちょっと待っててね。よいしょ。これ一生見ようさ。セットする機械があるのよ。楽なんだよなこれな。一生瓶。逆立ちしてるやつ見たことあるんだろう、居酒屋とかね。カチンってやるとさ、1回分だけお酒の量が出てくる、くるやつ。よいしょ。こっちカチャンって。そうそう。逆さまのね、うん、一升瓶。あれ、こうやって、グラス当てて、カチンってやると、一回分の量がもう決まって出てくる。そうそう、俺のとこそれだから。麦と芋は。酒屋にタダで持ってこさせたんだよ。ケビー。あれって、なんかこんな感じだよ。見る？これ逆向きにすると、わかると思うんだよ。ちょっと待ってみ。ああ。あれ、どこが映ってんだかわかんない。ほら。一升瓶がこうやってセットされてんの。もういや俺が今やセットしたんだけど、ほら逆立ちしてんだよ、カウンターの向こう側に。これ楽だね。いいよ。そしてインカメンしないと。あの機械結構高いんだよ。うん。しゃ。おめえよ、ちょっと待てよ。冬木くん。ちゃんと答えてあげるけど、煽りだったら、お前ブロック入れるからな。俺がよ、もしよ、人の店でよ、勝手に飲んでよ、いたら、泥棒だぞ。なあ。あ、そうそう、居酒屋なんかこういうのガーって並べてるよな。いや、家にはいらねえだろ。家はこれいらねえだろ。はい。コメントも読まないでブロックの人が来ました。ブロックです。はい、さよなら。なんでこう無駄な努力をするのかね。じゃあアル中の天敵って言われりゃ上にから吊る下がってるからそうだけどよ、うん、そう言うねよ。自分の家にカウンターがあるから、そこに、あれ挟むからな。ああ。
なるほどね。わかる。それだったらまあまあまあ、うん、スラッシュいらっしゃい。今麦飲んでるんですか？そうだよ。ブラックもいらっしゃい。ネックレスかっこいいですね。あ、クロームハーツじゃなくて、これクロモンハーツだから。パチモンだから。うん。欲しかったら取りに来いよ。あげるから。ブレスレット欲しいの？取り来いよ。どうもミスターミトですって言って、ああ、ゴキジェットかけてからくれてやるよ。ああ、な、そんなもん欲しいがために来んのかよ。そんな店行かねえ。はい。もろバレでした。アンチ釣られちゃった。そこで行っていいんですかっていう、こ返しが欲しかったんだけどな。ピキっちゃったの。聞いちゃったの。聞いちゃったの。ふん。脊髄ビンビンじゃねえかや。おい、いい反応してるぜ、この野郎。惚れちゃっていいですか？今日も無客営業ですか？なんで無客か。お前はさ、いつも俺の店の前で、全国野鳥あの会のみたいにカチ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 やってるんだ。さすがだね。仕事がないときお前交差点でお前要はパイプ椅子に座ってカチカチやってるやつだろお前。得意中の得意だろこれなあ。あとあれだろ、年末のお前 NHK でカチカチやるだけだろなあ。あ、やるね。最高の仕事じゃねえか。バカしかやんねえあんなの。え、もうどこもお客を入れてますが、いつからお客さん入れ、おいマサ、お前ってマサからよ、マサだけにな。お前どっかの飲み屋で飲みながら俺の放送は見てねえよな。一人で行ってんの？話し相手いないからってコメントなんかマサが打ってないよね。気持ち悪いからやめた方がいいよ。飲み屋行ってカウンターでスマホでこんななってやってんの？フリックしちゃってんだ。カーフリックボーイーナムル、かっこいい。くー、やるね。よくあなたもやってるやん。は？はい、もうそういうね、もう根拠のない嘘はブロックです。さ、面白くないんだよ。ああ、パチモン君もいいよ。頑張ってそんなパチモンなんていうアカウント作ってきたけど読まれなくてちょっと苦しかったね。うん。
一撃だから。あ、まだ5時になんねえな。いつも営業の何時間前に、うん、バラバラだよ。トリちゃんいらっしゃい。バラバラ。うん。阪神が大変だね。いやもうその前に今年のリーグ戦はもうどうもなってねえだろ。どうもなんねえと思うよ。うん。もう終わったんだから。もう消化違いだろ。でももう、なんだろう。もうコロナにかかったって聞いたからって別にびっくりしねえよな。東京なんかまた俺、なあ、言った通りになってんじゃん。また今日200人弱ぐらいになってんだろ。なあ、それでも GoTo キャンペーンだよ。しかも東京都おめえ10月からおめえ、これからおめえ東京のやつらがおめえ全国に金をばらまきに行くからな、お前らな。あ、これからだよ。東京都民がよ、全国によコロナをまき散らしに行くから。あ、気をつけろよ。そしてインフルのダブルパンチが来るからな。だから4連休のだからまた1週間後とか2週間後に爆発すんだろ。そんなの。よいしょ。まあもう2週間じゃなくて1週間後で大体わかるよ。うん。まあ5時だけど別に6時だからね、通常はね。じゃあまあちょっと早いけどいいって言って、
言われりゃ、まあ、まあ、いいよ、つって。なるだけだから。アバウトだから、うちは。うん。コロナ、コロナ行って、引きこもってるよ。引きこもってたから、あ、捕まってたからね。強制的に。強制的に引きこもらされてましたから。はい。すみませんね。もう少し佐野のことを勉強してから来てください。掲示板ばっか見てねえで。あ？いつから店再開したの？あのね、それさえも知らない奴は俺のリスナーじゃないから、さよなら。はい。かわいそうになっちゃうよ、もうこういうの。その再開した日にちを聞いて、お前にとって何かいいことあんのかよ。ねえだろうがよ。聞いてどうすんだって話だよ。よいしょ、まあ今日もまたあれだね。バカアンチがまた湧いてきたね。お前らこの時間帯って行くとこないの？あの夢中になってこの配信者俺好きなんだよっつって見るのはいないのか？ねえ、いないの？俺しかいないってこと？なんだよ他のお前ツイキャスの前配信者よ、魅力ねえな。いねえのかよ推し配信者がよ。あ、俺飲んでるときはね、基本的には食べないね。うん。アンチの量が前に比べて劇的に減ってるように思います。飽きたんだろ？残ってる人だけでやってるから。ああ、まるまるいつもありがとうねっていう人と、またこいつ来てんのかよって思うのとの違いだよ。うん。草の芽どうです？いや、他が面白くないか面白いか俺見ねえからな。ニナリチャレド、あだす、お茶をありがとう、助かります。